はい、どうも皆さんこんにちは。で今回ですね、前回レジギガス取ったんですけど、今回はギラティナをゲットしに行きたいと思います。で一応ここね214番道路なんですけど、なんかねゲットできる場所が なんか戻りの洞窟っていうのかな、送りの泉かな、なんかそこら辺でゲットできるらしいので、そこ行きたいと思います。あ、多分ここかな。あ、ここ隠れ泉への道で、多分こっから行くと思うんですよ。ギラティナの一番多分下まで、送りの泉、そうだね。じゃあ早速行きますか。じゃあまずこのロッククライムで上行きたいと思います。おお、ここに来るんだ。まあ、だけどこれ先進めばいい感じあではない。あー、多分このロッククライムでまた下行って、で洞窟に入る感じかな。そうだね、戻りの洞窟来た。で一回ここは霧払いだね。 OK、 これで霧払いをして、いいね。さあ早速、そうだね、これなんだよね、3本の柱を抜けてまどろむなんとかなんとかの元へ、まあギラティナだと思うんだけど、で30回あるらしいの、部屋を、あ、部屋が30個ね。 OK、 じゃあ早速行こう。どっちがいいんだろう。まあ右行こう。で多分この右、あ、柱1本あったね。で柱から部屋を3回通ると、これ下、あー戻ったっていうことか。お、やっと1個目、嬉しい。17、え、またあったけど29。お、あれ、え、だけどこれで行ったんじゃない。お、ギラティナやったー、嬉しい。ここでレポートすればいいんだよね。さあ戦おう、ギラティナ、ビシャーン。さあやろう。ちょっと時間かかったけど、まあなんとかここまで来れた。さあギラティナ、だけど正直ね、ギラティナ最後が良かったな。なんかマスターボールで取りたかったけど、なんかヒードランとクレセリアとエムリットがまだいるので一応残してるんだけど、どうしよっかな。まあだけど一回これはクイックボールで様子見としようかな。さあクイックボール、まあそうだよね、波動弾、うわかっこいいな。 OK、 まあ結構厳しかったらもしかするとマスターボール使うと思います。まずは電磁波で麻痺状態にしてから、いいね、早速ナイスだよ。でちょっとアラームがめっちゃ鳴ってると思うけど、そこはごめんなさいね。だけど全然食らわないね。まあ今一つか。シャドウダイブ。そうか。正直、意味ないよな。かっこいいな、演出。で、噛み砕くで、どんな感じかちょっと見てみる？おー、効果抜群か。何タイプなんだギラティナって。やばいやばい、大丈夫かこれ。ええそんなのでいいのかギラティナ、伝説のポケモンなのに。あ、 OK、 じゃあ早速2回目やりますか。さあギラティナまた来たぞ。一回ソフト落としたけど、さあここでねクイックボールで取ってくれたらめちゃくちゃありがたいけど、まあ、そんな甘くないというね、経験をねめちゃくちゃしてきたから、伝説のポケモン取ってきたから。じゃあクイックボール、さあ頼むよ。おー、まあ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 、まあ、正直一回ならまだ全然いい。一番ちょっと嫌なのは3回なんかねやってで出るっていうね、
で、じゃあ電磁波使っていこう。麻痺状態にしてから噛み砕くとかでゲージを減らしていこう。じゃあドラゴンクローか。じゃあまあ噛み砕くで、まあいいねいいね。でこれ防御も下がるからいいよな。お、痛み分け、え、嬉しいよ。おー、ナイスナイス。お互いの体力は分かちそうだね。じゃあこれで噛み砕くでいいところまでいけるかな。やば。 OK、 じゃあ一応3回目かな。早速だけどクイックボール投げます。さあいけ、頼む。出るね。だいたい技は分かってきたな。波動弾と、痛み分けかな。あとはドラゴンクローだね。で、あとは、残るはもう一つなんだけど、それがシャドウダイブだ。じゃ、結局は全部出たね。いいね、いいね。じゃ、まあ、非状態で。そうだね。この、シャドウダイブってちょうど僕イメージです。OK、噛み砕くで、いいところまで。そう、さっき多分急所に当たったよね、絶対。うわー、どうなんか、なんか痛み分け来ないかな。まあ、噛み砕くもう一回するか。で、ここで、うわー、普通に来るか。やられるか、やばいな。まあ、レジロック、まあ、適当に選んだんだけど、ちょっとレジロックで行くか。で、どうしようか。電磁砲で行く？うわ、当たらないか。おー、ちょっとじゃあ一回ロックオンするか。これは必ず相手に次当たるから、オッケー？波動だね。あ、やばいな。お、これ映画のパターンじゃない？ルカリオがレジロックに当てるやつ。じゃあここで電磁砲打ちます。一応効果は今一つだから、うん、今一つすぎるな。もうちょっと食らわせることができたと思った。レジロックバイバイ。一応じゃあトニーで。まあ、これはメタルクローでいいのかな。あ、いいね、いいね。うわ、痛み分けきた。こういう時ちょっとダメだな。じゃあ普通にこれはバブル光線とかで削っていこう。ちょっともうハイドロポンプ使おうかな。そんななんか水タイプポケモンの水技か。あんま効いてないから。あ、いい、いい、いいね、いいね。で、まあ、メタルクロウ。おお、めちゃくちゃいい。これで、ちょっと、ボール投げていこう。ハイパーボール。てか、ダークボール使おうかな。よし！来た！タイマーボール。いやー、取れないかと思った。もうマスターボール投げようかと思ったけどね。いやー、取れた。よかった。ゴーストタイプとドラゴンタイプか。オッケーオッケー。よし！じゃあ一応ね、ここ命輝く二つの世界が交わる場所。あー、そうなんだ。オッケー。じゃあ、ボックス見たいと思います。今回ゲットしたギラティナをね。で、一応まあさっきも言った通り、ゴーストタイプ、ドラゴンタイプで、で、性格は控えめ、で、特性プレッシャーで、シャドウダイブ、痛み分け、波動弾、ドラゴンクロウ。まあ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 、全然いいんじゃないかな。
まあ、てことで一応じゃあ今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったらぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでバイバイ。